戦いの火蓋がきっと落とされました。本日より11日間全力で戦い抜いて、必ずやこの北海道10区で与党の議席を支持してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。どうか厳しい厳しい選挙になるわけでありますが、皆様のお力をこの選挙区においては江夏久志さんに結集をしていただきますようによろしくお願いを申し上げる次第であります。皆さんのご存知の方にお願いしましてお呼びかけました。本当に私は真っ直ぐにですね、江夏久志さんは道議会10年この地で生まれ育って、この地域のことをよく分かっておいでです。どうか今日集まりの皆様、お一人お一人、あと一人あと一票、この思いで江夏久志を最後の最後まで全力で何卒絶大なるご支援を頂戴をいたしますように、重ねて重ねてお願いを申し上げます。何としても安倍内閣として江夏公を当選させていただきたい、このことのお願いにやってまいりました。江夏久志候補の必勝を期して頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、どうぞよろしくお願い申し上げます。